ローワン、D ・ウィックは、カナダ連邦ブリティッシュコロンビア州、ノースバンクーバー出身のプロ野球選手、右ト左打。MLB のシカゴカブス所属。高校時代は、ブリティッシュコロンビアプレミアベースボールリーグのバンクーバーキャノンズでプレーしていた。当時のポジションは保守だった。2010年の MLB ドラフト19巡目で、ミルウォーキーブルワーズから指名されるが、契約には至らず。 ニューヨークのセントジョーンズ大学へ進学した。1年後にサイプレス大学へ転校した。2012年の MLB ドラフト9巡目でセントルイスカージナルスから指名され、6月9日に契約を結びプロ入りを果たした。6月28日にサンカルーキー級ガルフコーストリーグカージナルスへ配属された。23試合に出場して打率。156 1>, 1本類打、8打点を記録した。2013年6月19日にアパラチアンリーグのルーキー級ジョンソンシティカージナルスへ配属された。56試合に出場して打率。256、10本類打、35打点を記録した。2014年から外シュにコンバートされた。6月11日に A-9 ステートカレッジ、スパイクスへ配属された。 35試合に出場して打率37814本類三38打点を記録した7月23日に A 久ピオリアチーフスへ配属された39試合に出場して打率226本類二22打点を記録した2015年開幕前にメジャーのスプリングトレーニングに招待された四月九日に A 級パームビーチカージナルスへ配属された。33試合に出場して打率、198、3本塁打、16打点を記録した。5月21日に A マイナス級ステートカレッジへ、配属されたが、打撃成績が悪かったため、投手にコンバートされ、6月22日にルーキー級、ガルフコーストリーグカージナルスへ配属された。この年は3試合に登板した。 2016年4月7日に A 級パームビーチへ配属され、開幕を迎えた。23試合に登板して2勝0敗6セーブ、防御率1.09、37奪三振を記録した。同年のフロリダステートリーグウォールスターゲームに選出されている。6月21日に A 級スプリングフィールドカージナルスへ配属された。 7月28日に7日間の故障者リストに登録された。8月5日に解除された。21試合に登板して防御率4.12、20奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグのグレンデールデザートドックスへ派遣され、9試合に途半して0勝1敗、防御率4.50、8奪三振を記録した。また、11月18日に、 メジャー契約を結んで40人枠入りした。2017年開幕前の2月8日に第4回 WBC のカナダ代表に選出された。シーズンでは3月19日にオプションで AAA 級メンフィスレッドバーズへ配属され、開幕を迎えた。5月14日、12日から遡って7日間の故障者リストに登録された。5月25日に解除された。 6月2日、1日から遡って、7日間の故障者リストに登録された。2018年2月16日に、ウェーバー工事を経て、サンディエゴパドレスへ移籍した。3月9日に、ンカの AA、a、級、エルパソチワワズへ降格し、28日に40人枠外となった。シーズンでは8月末まで、ンカの AA 級サンアントニオミッションズと、ル a 級、 エルパソチワワズでプレーし、2球団合計で34試合に登板して2勝2敗、4セーブ、防御率3.63、56奪三振を記録した。8月31日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると、同日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは10試合に登板して0勝1敗、防御率6.48、7奪三振を記録した。 2018年11月20日にジェイソン・ボスラーのトレードでシカゴカブスへ移籍した。ありがとうございます。